よし、キリト。なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。わかった。私は見ての通り待ち合わせ。攻略組に参加したいギルドがあるって血明騎士団宛てに連絡があってね。そこのギルドマスターと会う約束。偉そうにするつもりはないんだけどね。最近頭角を現したハイレベル集団、かなりの強さなんだって。結構評判になってるよ。もご意見番として一緒にいてよ。ね、お願い、いてくれるだけでいいから。ふん、じゃあ今日の晩ご飯は煮込みハンバーグにしようと思ってたけど、やめて黒パンね。ね、お、え、が、い。もちろん、任せておいて。みたいね。お初にお目にかかります。アルベリヒと申します。
はじめまして。私が血明騎士団副団長のアスナです。本日はよろしくお願いいたします。お噂はかねがね聞いております。先行のアスナさん。いやはや、お美しい限りです。もしや現実の世界では、ご令嬢だったりするのでは？と失礼。この世界では、現実の世界の詮索はタブーでしたね。ところで、アスナさん、こちらの方は？この人は今日はオブザーバーとして同席してもらってる。おお、キリト、黒の剣士様でしたか。あなたのご活躍のおかげで僕たちもここまで来れました。攻略組の方々のお力になれますよう、粉骨最新の覚悟で尽力いたす所存です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、それでは本日はどのようにいたしましょう。我々の実力をお見せできれば、攻略組としてお互いわだかまりなく協力関係になれると思うのですが。そうですね。ではお手数おかけしますが、試験代わりに私とデュエルを。これはこれは光栄ですね。黒の剣士様直々に剣を交えていただけるとは。ちょっとすみません。ねえ、急にどうしたの？ほう、なんと言いますか、随分と余裕がおありで、さすが黒の剣士様だ。それではお言葉に甘えまして、行かせてもらいますよ。どうです、これが僕の力ですよ。
何？それは僕が弱いとでも言いたいのか？いいさ、分かったよ。僕が戦いというものを教えてやる。はあ！はっ！外したか。タイミングよく転んだな。そらそら、僕の攻撃はまだ終わっていないぞ。嘘だ。僕が負けるはずがない。データがおかしいんじゃないのか？このクソゲーが。あのアルベリヒさん、残念ですけど、もう少し力をつけてからまたご連絡いただくということで。能力的には問題ないはずだと思いますが。最前線はレベルが高ければ攻略できるというようなものでもないんです。ですから今回はごめんなさい。わかりました。しかし、いずれ僕の力を必要とする日が来るでしょう。その際は、ぜひお声をおかけください。なんだかその、おかしな人だったね。よう。
よう。